最終的に力を貸してくれたのが信用金庫、着手条件のものもあるんですけども、そこからちょっと一歩踏み込んで、本来フルローン出ないんだけども一生懸命作文を書いてフルローン出ましたみたいなっていうのがやりやすい。意識しているのは信金さんを天秤にかけない、金利合戦は絶対しないですし、そういう不義理は僕はあんまりしない方がいいなとは思います。まず必ずウィンウィンの状態を作る、求めるものをちゃんと把握してそれを提供してあげる、その代わりこっちもちゃんと融資をしてもらう。あともう一つが、不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。最前線で活躍する投資家のリアルな声を届けるインベスターズボイス。今回のゲストは不動産投資家バランソーヤさんです。今回はバランソーヤさんに信用金庫との上手な付き合い方についてお話しいただきます。どうも皆さんこんにちは、バランソーヤです。皆さんバランス取れてますか？でおなじみのバランソーヤです。よろしくお願いします。大屋歴11年、横須賀横浜エリアを中心に57棟190室を所有し、年間家賃収入は約 1.5 億円、税引き前キャッシュフローは約6000万円にも上ります。地元の信用金庫を積極的に活用しており、懇意にしている神奈川信用金庫からは約7億円、湘南信用金庫からは約5億円の融資を受けているそうです。メガバンクや地方銀行とは営業方針や融資姿勢が異なる信用金庫の特性を理解し、うまく活用して規模拡大をしている投資家さんは非常に多いです。どうすれば信用金庫を効率的に活用できるのか、本日は4つのトピックでお話を伺っていきたいと思っております。1つ目は銀行とは何が違うのか、信用金庫の特徴。2つ目が信用金庫を利用するメリット。3つ目が信用金庫を利用する際の注意点。4つ目が信用金庫と良好な関係を築くにはについてです。それではまずはじめに信用金庫と銀行の違いについて教えていただきたいと思います。信用金庫さんを積極的に利用した方がいい投資家さん層みたいなのって何かあったりされますか？僕のその周りのケース、まあ、僕もそうなんですけど見てると、一番最初にとっつきやすいのも信用金庫ですし、最終的に力を貸してくれるのが信用金庫って意味、あのイメージがすごく強いですよね。なので初心者で、まあ、属性が低い方はまず信金さんから始めていって、規模拡大していって地銀とかをやって、で最終的にやっぱり地銀さんもその融資のアッパー額っていうのが割と早く来てしまうので、まあ、信金さんはそれを長く付き合っていくとそのアッパー額が外れやすいっていうなんかイメージがあるんですよね。なので周りの大家さんで最終的に規模拡大している方は、あの専業屋さんで規模拡大している方は、その信金さんを最終的にはもうべったりくっついて使ってるっていうイメージが多いですね。で基本的には個人には貸さないので、あの個人に対するアパートローンみたいな商品はないんですね。なので必ずまあ法人を持ってなければいけないと。で、あのその信金さんによってはサラリーマンの要は兼業屋さんにはもうちょっとハードル高くて貸しづらいですよっていう信金もいらっしゃいます。サラリーマンでも法人さえあって、その支店に、あの信金さんの支店にその法人所在地があれば貸しますよっていう、まあ、そういうケースもありますね。収益物件数ナンバーワン、不動産投資を始めるなら楽町アプリ、楽町で検索。信用金庫さんの開拓方法について、どんな方法が良さそうか教えていただいてもよろしいでしょうか？やっぱりみんな口を揃えて言うのは、やっぱり紹介がいいよと。でこの紹介もやっぱりどこから誰から紹介を受けるっていうのはやっぱり結構大事なんですよね。まあ、初取引がやったばっかりの方に紹介されるんじゃなくて、まあ、そこの取引をたくさんしている方で、本当は一番いいのはそこの信用金庫の総代って言われている、上のなんていうんですかね、まあ、理事みたいなとこやってる社長さんから紹介されるっていうのが一番やりやすい。バランソーヤさん、信金紹介、まあ、不当客紹介みたいな形でやってるかなと思いますが、これをやっている理由っていうのはどうしてなんでしょうか？はい、やっぱり信金さんにとっても初見のお客さんが来られた時に新規で口座を開設するっていうのは信金さんにとっても今ハードルが高いんですね。やっぱり金融庁からマネーロンダリングの絡みもあるので、そんな簡単に作るなって言われてるんです。ただ紹介をすることによってそのハードルが2個3個こう突破できるそうなんですね。なので私が紹介したお客様はもうすぐ口座が作れるという状況になるんですよ。で何がいいかっていうと、私のお客さん自体も、まあ、私の、 あの会員の人たちもそうなんですけども、まあ、新規取引ができる。法人口座の新規開設ってやっぱりノルマはあるんですよね。で僕が紹介会することによってそのノルマも達成しやすくなる。
で、これを紹介する僕のメリットは、やはり僕がこれだけ新金さんに新規開設をのノルマも達成できるような状況を作っているので、やはり私からのお願いも断りづらい環境が作れるっていうのは僕にとってもすごく大きいメリットだなと、三方よしになってますね。信用金庫と付き合いを深めるメリットというのはどんなところで考えていらっしゃいますでしょうか。割とその規定がもちろん借子定規のものもあるんですけども、そこからちょっと一歩見込んで、本来フルローン出ないんだけどもちょっと一生懸命作文を書いてフルローン出ましたみたいなっていうのがやりやすいのが信金さんかなっていうイメージですよね。で、やっぱり支店長さんとかもやっぱり支店の行くとね、信用金庫さんってそんなに大きいものではないので、だいたいそのエリアに担当がいて、課長がいて、次長がいて、一番後ろにやっぱり支店長がいらっしゃるので、そういう距離感が近いっていうのは信用金庫はいいなと思いますね。続いて信用金庫を利用する際のデメリットといいますか、注意点みたいなのがあればまず簡単にお伺いしたいなと思います。はい、でこれはもう先ほどお話しした通り、その居住地かその法人所在地がないとやっぱり融資が使えないので、そもそも、そこにないとダメっていう、それが本当のシンプルにデメリットだと思います。だから東京でも23区に信金さん、神奈川信金さん、湘南信金って全部にあるわけじゃないので結構少ないんですよね。なので東京のすごく有名なエリアにあったとしても信金の担当エリアじゃないから融資できないよみたいなっていうのは本当にすごく厳密にこう結構してるので、そこが結構デメリットかなと思いますね。先ほど借子定規ではなくてそのご自身に合わせた融資をしてくれるってこともお話しされていましたが、具体的にどんな融資が今までにあったのかあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。まあ、僕なんかよく受ける融資パターンとしては、私地区フル小売回り系が多いので年数は短いんだけどもフルローンが出やすい。今年か購入したのが1300万の物件に、リフォーム800万かかるよっていうのを打診したら、2000万まで融資は出ました。区分マンションの団地を今年2件買ってるんですけども、それも金額が500万円の物件にリフォーム500万で1000万の融資がついたりとかっていう、割とリフォームとくっつけて融資が出やすいっていう、そういうイメージはありますね。定量評価と定性評価両方見てるイメージはありますよね。どちらの方が重視してるみたいなのは感じる部分ありますか。いやでもやっぱりその数字の部分はもちろん見てますけども、やっぱりその経営者の在り方みたいのを結構作文に織り込んでるケースが見受けられるので、割とだから定性評価の方が僕は強いなっていうイメージがありますし、逆に僕が売り込む時にそのいかに僕がこの地場のための経営をしているかっていうのをとてもいつも熱く語るので、それが織り込んでもらっているのかなとは思います。じゃあバランス大家さんが融資を受けるために意識して行っていることみたいなところで何かそこにつながるものってありますか。意識しているのは